というわけで安定返しは基本仕込みでございます。さあパチカスバーサスブッパ、今日のブッパはヒューゴで登場。さあこのカード水曜でたまに見るんですが、あの最もショーンの火力のなんだろう低さを認識してしまう試合というか、なんか一回死闘があったんだよな1ヶ月前ぐらいのやつ。確かに。さあしかしパチニーがここは優勢ボールで、さあこうテクソーダが補正がかかって倒れない。しかし前捨てからバックジャンプ台形、タチコパタチコパ壊しバーストですか。なるほどね、この平成変なキャラ近いね。確かに。さらにラウンド2ですが、やばいね、確かに確かにやべえ。EX トラスマとかでいけんだかな、なんかいろいろ隠してそう。これは EX ラリアットでゲージを吐いてダメージを取る。ノクティリーヌが安定回収に使われてたイメージですよ。まあまあまあ、安徳でも実際できますね。無敵なし、発生も早いし。さあ、前捨て投げ。ボールで登り風呂取ってるけど、膝回すと、これはさすがに残らない。勝ったのは、パチカス、ショー。